セルジオ・ホセ・サントスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ベルフラワー出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。遊撃手時代のサントス・カリフォルニア州、ベルフラワーで、メキシコ移民2世として生まれる。2002年の MLB ドラフト1巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、入団。2005年に、ミゲル・バティスタ、オーランド・ハドソンとのトレードで、トロイ・グロウスと共に、 トロントブルージェイズへ移籍した。2008年のシーズン途中にウェーバー工事され、ミネソタツインズに移籍。2009年はシカゴホワイトソックスと契約し、遊撃手から投手に転向した。2010年は開幕ロースターに入り、4月8日のクリーブランドインディアンス戦でメジャーデビュー。この年は56試合に登板し、防御率2.96という成績を残した。 2011年は、開幕から16試合連続無失点と、コースタート。4月下旬からは不審のマットソーントンに代わって、クローザーを務め、最終的に30セーブを記録した。防御率は3.55と前年を下回ったが、フィップは2.87と向上した。脱三振率13.07は60イニング以上、投げた投手では、 デビット・ロバートソンに次いで2番目に高い数字だった。この活躍が評価され、9月30日に3年825万ドルで契約を延長。しかし、ホワイトソックスはオフに本格的なチーム再建に着手した。2011年12月6日に、ネスター・モリーナとの交換でトロント・ブルージェイズに移籍した。2012年は4月21日に、 肩の炎症で故障者リスト入りし、7月15日に手術を受けてシーズンを終えることが発表された。遺跡初年度はわずか6試合の当番に終わってしまった。2013年は開幕ロースター入りしたが、開幕後に3頭筋を故障し、4月15日に15日間の故障者リスト入りした。5月19日に60日間の故障者リストへ移動。8月1日にリストから外れた。 この年は29試合に登板し、1勝1敗1、セーブ、防御率1.75だった。2014年も開幕ロースター入りし、開幕後は14試合に登板したが、5月12日に右ひいの故障で15日間の故障者リスト入りした。6月14日に復帰し、10試合に登板したが、防御率は7点台と結果を残せず、7月21日にリーフとなった。 7月23日にトリプル A 級バッファローバイソンズへ降格した。トリプル A 級では11試合の登板で1勝0敗2セーブ防御率0.00と高騰し8月23日に再びブルージーズとメジャー契約を結んだ。昇格後は2試合に登板したがいずれの試合も失点を記録。8月27日にディーフとなり 8月31日に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ降格した。この年は26試合に登板し、0勝3敗5セーブ、防御率8.57だった。オフの11月1日にブルージェイズが球団オプションを破棄したため FA となった。2015年1月8日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。4月24日に メジャー契約となり40人枠入りする。5月27日にィーフとなった。6月6日に契約発起条項を行使し、自由契約となる。2015年6月10日にニューヨークヤンキースとマイナー契約をんだ。13日にメジャー契約となり25人枠入りする。ヤンキースでは2試合に投げ、0勝0敗、防御率6.00。 三奪三振の成績を残したが、間もなく、右肘を故障し、トミー・ジョン手術を受けた。11月2日に FA となった。この年を最後に試合には出場しておらず、その後現役を引退した。主要な球種は、平均95.6マイルの速球とスライダー。特にスライダーの評価は高く、2010年には ESPN から、 現在のメジャーリーグで最も優れた決め玉と絶賛された。請求力に不安はあるが、三振を奪う能力は極めて高い。マイナーでの内野手としての通算成績は777試合の出場で打率248、77本塁打373打点、オプス699。ありがとうございます。